はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでスカイウォーカーサーガですね。スターウォーズ。はい、こちらリカさんからご依頼です。はい、よろしくお願いします。よいしょ。はい、こちらの商品はサイン1枚確定の商品ですね。まあ、そんなには、ね。はい。サイン確定の商品っていうのは、でも最近は半々ぐらい？半々っていうかね、サインかスケッチっていうパターンと、サイン1確定と。まあ大体そんな感じですかね。よいしょ。まあでもね、サイン1で、このメンバーだったら悪くないんじゃないのっていうのがこの商品です。結構おすすめです。はい。ジャーニー・トゥ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカーも結構おすすめですね、あれもね。で、9のシリーズ1も、はい。ミレニアム・ファルコンのね、破片出ますんで、レリックが出ますんで、おすすめです。よいしょ。スカイウォーカーサーガはあと4箱になりましたね、店頭ね。よいしょ。この商品は2ヒットアベレージ。サインカード1枚とプラス何かですね。よいしょ。だいたい設計図みたいなクリアなやつ。で、ケースに2枚もしくは3枚ぐらいが、サインカードが出てスケッチカードが出るという商品です。まあ、その箱を引くとね、まあ、悪くはないですよね。要はね。あとはサインのメンバーがって感じでございます。はい、悪くはないです。はい、じゃあ行きます。あ、いきなり来ちゃったかな。あ、ん？サインカードか。かな？多分。そうだ。誰だ？よいしょ。あ、BB8! はい、ブライアンさんの方。あ、そっかそっか、BB8。はい、サインカード来ました。はい。これどのシーン？どのシーンだろう？これ7のシーン？ね。はい。ブライアンさんの BB8 のサインカードが出ました。あともうワンヒットがあります。いきなりもうサインが出ちゃいました。これはととね。青はシリアルありません。シリアル以上ですね。これは99シリ。これは取っておきます。よいしょ。インサートは色がつくと、はい、シリアルが入ってるんですけど、まあ、設計図。250シリ。だからこれ通常かな。これなんだろう。あ、これは、爆撃機でしたっけ？なんだっけはい。の設計図。の設計図。はい。アナキンね。子供が。お、99また出ましたね。よいしょ。99。2枚か。へぇ。やっぱね、シリアル少ない生産数だとやっぱり2枚ぐらい。ジャーニー2はね、シリアル3枚、4枚ぐらい出るのもあるかな。ダスペだね。よいしょ。はい、2ヒット出ちゃいました。アディショナルヒットはこの商品ってあまり見たことがないかな。よいしょ。
これも恥とこか。よいしょ。ね。よいしょ。はい、残りはあとこっちです。よいしょ。ルークのね、インサートは一応撮っておきますね、全部ね。ルーク映ってる系は撮っておきますね。はい。ですね。はい。最後は BB8。で、もう1ヒットは設計図250シリのものでした。あと99シリが2つという感じでした。はい、リカさんありがとうございます。またよろしくお願いします。